さんこんにちは、はしかんです。この動画でご紹介するのはデルの 31.5 インチ 4K モニター U32239E というモデルになります。でいくつか特徴があるんですけれども、一番の特徴がですね、コントラスト比ですよね。2000対1というですね、あまり見たことのないスペックを誇ったモニターになります。この動画ではですね、こちらの U32239E とですね、私が以前使っていた同じくデルのですね U2720QM というですね、 4K モニターあるんですけども、これ27インチなんですけれども、これとですねちょっと並べてどのくらい色合いが違うのかとかですね、コントラストが違うのかっていうのを比較していきたいなというふうに思いますので、どうぞ最後までご覧いただければ嬉しいです。それではまず開封シーンからどうぞ。それでは開封していきたいと思います。まずキャリブレーションレポートが入ってますね、はい、でクイックスタートガイド、これはディスプレイポートケーブルですね。これがタイプ C、タイプ C、 そしてこれがタイプ A と、タイプ C のケーブルで、こちらが電源ケーブルとなっています。あとは注意書きとかですね、台座の部分ですね。これがかなりの重量があります。金属製ですね。で、ここのこれがスタンド部分になります。スタンド部分は樹脂製ですね。でここに配線を通す穴が開いていると。で裏からネジで留めると、非常に簡単です。はい、そしたら今度はこれですね、10cm×10cm のベサマウントに対応していると。ネジも最初からついてます。ではここにスタンドを、はい、ちょっと持ち上げましょう。よ、結構重たい、結構重たいです。よ、いやこれ結構かっこいいですね。はい、じゃあこれちょっとパネル面オープン。おお、かっこいい、いいですねこれ。ベゼルが狭い、しかもこれ、上左右だけじゃなくて下もベゼルがですね狭いです。若干ちょっと幅が違うかもしれないですね。微妙に下側のベゼルがちょっとだけ太いですね、まあ、でもほぼほぼベゼルレスです。非常にかっこいいですね。モニターの厚みも、まあ、薄い方だと思います。ファーウェイのメイトビューなんかと比べると、まあ、当然ちょっと厚いんですけれども、モニターライトとかをですねつけたいなと思っている方にとってはこれはいい設計だと思います。多分どのモニターライトもつくと思いますね。で、内蔵のスタンドなんですけれども、上下の高さの調節、結構可動範囲広いですね。これかなり高さ変わりますね、これ。これは結構びっくりしました。はい、であとは、モニターのパン方向の回転ですね。ここまでいきます。だいたい30度ぐらいでしょうか。結構可動範囲はありますね。であとですね、チルト方向も稼働します。縦回転します、このモニター、はい、ちょっと上に向けて、はい、こんな感じで縦にもなると。でスタンドの自由度はかなり高いと思います。はい、こっち方向も行きますので、チルト方向もしっかり稼働してますね。でスタンドだけでもですね、こんだけ稼働範囲あるんですけれども、モニターアームにつけると、まあ、当然稼働範囲はもっと広がるという形になります。モニター背面はこのようにシルバー一色で統一されているので、モニター前面とはまたちょっと違った雰囲気ですよね。とてもエレガントな印象なので、インテリアにもですね合うんじゃないかなというふうに思います。映像入力は HDMI とディスプレイポートとタイプ C 入力に対応しています。タイプ C 入力は 90W の電源供給に対応しています。あと特徴としては、
デイジーチェーン接続に対応しているので、ディスプレイポートの出力ポートを搭載していることと、 USB 端子が豊富に搭載されていること、有線 LAN 接続に対応しているので RJ45 のポートを搭載していることですね。あとモニターの下側に USB タイプ A とタイプ C のポートを一つずつ搭載しているので、ちょっとした USB 機器を接続したいときには非常に便利です。それではですね、メニューの説明をしていきます。でこのモデルはですね、操作ボタンが、背面に移動されてます。電源ボタンとあとジョイスティックですね。で、メニューをですね起動するときはジョイスティックを押し込みます。そうするとクイックメニューが出てきますので、ここでですね、左右に動かすことで直接ショートカットでそれぞれのメニューを起動することもできます。なので、明るさだけ変えたいなっていうときは輝度コントラスト、ここで、真ん中を1回押します。そうすると直接輝度とコントラストの画面に飛べると。で都度ですね、操作の説明書きが出てくるので、非常に操作しやすいなという印象です。でこの状態で1回上を押すとですね、メインメニューに入れます。上から、輝度コントラストですね、デフォルトではそれぞれ 75% になっています。で続いて入力信号の切り替えですね、タイプ C、ディスプレイポート、 HDMI と。続いて色ですね、プリセットがですね、標準、ムービー、ムービーだとちょっと青みがかった感じになりますね。で色温度の調整、はい、ケルビン指定で、設定ができます。5000ケルビンから1万ケルビンまでですね。それから色空間、はい、sRGB、REC709 で、DCI-P3 という形で切り替えが可能です。でユーザーカラー、これは、RGB という形で、細かく色調整ができると、はい、それからディスプレイの設定です、アスペクト比、シャープネスで応答時間、これ通常だとですね8ミリセックなんですけれども、高速にすることで5ミリセックにできますので、ここはまあ高速でいいのかなと。でそれからスマート HDR の、オンオフ、タイプ C の優先順位という形ですね。で、このモニターはですね、ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャーに対応していますので、ここでですね2分割ですとか表示をどこに出すかっていう形で、細かく設定ができると、はい、それから USB の設定ですね、 PC2 台を同時にですね、つないで表示ができるという機能があるんですけれども、 USB ハムのですね、機能もあるので、USB ポートをそれぞれどこに割り当てるかといったような設定ができます。それからメニュー設定ですね、ここで言語の設定をしたり OSD の透明度の設定や表示のタイマーという設定ができます。それからカスタマイズの設定ですね、ショートカットキーの設定でしたり、ここに LED がついてるんですけども、このオンオフの設定とかですね、USB-C、90W の給電が可能なんですけども、モニターがオフの時に継続して給電するかしないか、それからその他のポートですね、タイプ A のポートにも同じように、スタンバイ時の動作、これが設定ができます。スタンバイ時にオフにしておくと、例えばモニターライトなんかをですね、このモニターのUSB ポートから給電されているというような方は、パソコン使うとき、ディスプレイがオンになったときに自動的にオンにさせるといったような設定ができますので、これは使いようによっては非常に便利なんじゃないかなというふうに思います。それからその他、ここで工場出荷地にリセットをしたりということもできます。はい、設定メニューとしては以上になります。はい、それではですね、こちら右側が DELU2720QM ですね、私が約2年間使っていたモニターです。で今回新しく導入した、U3220QE が左側になります。 U3220QE は、31.5 インチで、こちらが、27インチということで、約 4.5 インチですね、大きくなっていると、まあ、比べるとですね、やはり大きさが全然違うなという感じですね、はい、で私デスクがですね、幅が180あるんですけども、27インチだとちょっと若干ちっちゃいなと思っていたんですけども、こちらのですね 31.5 インチに変えたら非常にバランスが良くなったなという印象です。で、まあ、両方とも 4K モニターなんですけれども、
両方同じ映像を出してます。やはり皆さん気になられるのがコントラスト比だと思います。こちら右側の方はコントラスト比が1300対1ということで、まあ、こちらでもですね、やはり1000対1っていうのが一般的だと思うんですけども、まあ、それに比べるとコントラスト比は高いという形になります。32209E こちらがですね2000対1 と、あまり見慣れないですねコントラスト比になっていまして、非常にですね色鮮やかな映像が楽しめるという形になります。はい、じゃあですねちょっと実際の映像をですねご覧いただければなというふうに思います。左が U32239E、 右が U27209M の映像になります。どちらもですね非常に美しいんですけれども、左の方がちょっと色鮮やかかなっていう印象ですね。はい、人肌もですねやはりちょっとこうより赤みがかってるというか温かみのある色合いですよね。はい、ちょっと青みがかったような感じもありますよね。はい、でこれはちょっと私が Vlog で作った映像になるんですけれども、いかがでしょうか。映像ではですねちょっとわかるかどうかわからないんですけども、やはりですね黒が非常によく締まっているなっていう印象ですね、左の方が。でね、後で出てくるんですけれども、画面が真っ黒になる瞬間があるんですけども、それを比較すると明らかに黒が U32239E の方が黒いです。肉眼で見るとですね、もう明らかに黒さが違います。これ単体で使ってるとですねわからないんですけれども、もう比較するともう一目瞭然ですね。これは僕も比較してみて非常に驚きました。はい、このあとですね真っ黒い画面になるんですけれども、この時がもう明確にわかります。はい、これですね、黒が全然違いますよね、黒さが。キャリブレーションツールを使って色域を測定した結果がこちらです。 sRGB のカバー率が 100%、 NTSC カバー率が 86%、 Adobe RGB カバー率が 88%、 P3 が 97% ということで、もう全く、問題ない色表現力ですね。もう一つ便利な機能があるのでご紹介したいと思います。それが Easy Arrange っていう機能になります。これはどういう機能かというと、簡単にウィンドウをきれいに並べてくれるっていうような機能になります。で、実際の動きをですねご覧いただくのが一番早いと思うので、まずやってみたいと思います。例えば、縦にですね3つきれいにウィンドウを並べたいなっていう時あると思うんですけれども、そういった時はですね並べたいウィンドウをドラッグするとこのようなサブウィンドウが開きます。で、例えばこの左側ですね、これ3つ並んでると思うんですけども、これがディスプレイのレイアウトだと思ってください。で、ここにドラッグしていただいて離します。そうすると一瞬で綺麗に並んでくれるという機能になります。で、同じようにこう並べたいところにこうドラッグ&ドロップしていただくと、簡単にこんな感じで縦にですね綺麗に3分の1ずつのウィンドウを並べることができると。で、レイアウトの種類はですねたくさんあって、事前に設定しておくとこんな感じで細かいウィンドウをたくさん並べるといったようなことも簡単にできてしまいます。で、実際の設定画面というのがこれですね、Dell のディスプレイマネージャーというアプリになるんですけれども、Dell のサイトから無料でダウンロードできます。で、Dell製のハイエンドモニターであればこのディスプレイマネージャーのアプリに対応していますので、アプリの中で設定ができます。この Easy Arrange っていうタブですね。で、ここでたくさんレイアウトがプレセットで入っているんですけれども、この中からですね好きなレイアウトを選んでおけば、はい、例えばこれウィンドウドラッグ&ドロップするとこんな感じで先ほど選んだのが出てきますので、こんな感じで簡単にレイアウトを作ることができるという機能になります。はい、これすごく便利で僕も
毎日使ってますが、これすごい一度慣れるとですね、かなり使える機能だと思うので結構おすすめの機能になります。最後にこのモニターを使っていてちょっと残念だなと思った点が1点あったのでご紹介します。このモニター USB ハブの機能を内蔵しているのでたくさんの USB 機器を接続して使うことができるんですけれども、 USB メモリや外付け SSD といった USB 機器をつないで使っている時に、他にこのモニターにつないでいる USB 機器の電源を切ったりするとその瞬間ですね、 USB 接続が切れてしまってで強制的に外付けストレージが取り外されてしまうという現象が起きます。これがちょっと唯一使っていて残念だなと感じた点になります。いかがだったでしょうか。この動画ではデルの 31.5 インチ 4K モニター U3223QE をご紹介しました。 IPS ブラックテクノロジーを搭載した初の 4K モニターで2000対1のコントラスト比で驚異的な色彩と引き締まった黒を表現可能。タイプ C 映像入力や 90W 給電にももちろん対応しており、デイジーチェーン接続や有線 LAN ポートも搭載し、とても高機能に仕上がっています。僕は発売後すぐに購入し、すでに1ヶ月以上使っていますが、満足度は非常に高く、本当に買ってよかったなと感じながら毎日使っています。大型の 4K モニターをご検討の際は、ぜひ候補の一つとして入れてみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは最新のガジェットや僕が便利だなと思ったアイテムについて定期的に情報発信していきますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ガジェットランナーというブログもやっていますので、よければこちらも参考にしてみてください。概要欄に URL を貼っておきます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。